はい、というわけで、始まりました、続きはウェブでございますけど、どうも宴会会エリターンズ、どこが反省会だ会でございます。皆さん、これですよ、反省してる人たちの絵ではない。はい、めっちゃ反省してますね。ね、はい、というわけで、あ、みかさん、登場です。あ、そろこ、そろこ登場してました。来ました。これお菓子、お菓子です。え、これ食べ物です。あ、やったね。はい、食べ物、箸、はい、大丈夫です。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 食べて。うん。まあまあ、ちょっと、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、はい。はい、ご主人続き、お疲れ様です。はい、はい、いやーね、はい、本当にね。ほら、ほら、ほら、あ、じゃあ、じゃあ、ほら、カチンチ食べないと。うんうん、そうですよ、桐生さんが言ってた、どこが反省なんだっていうことが、こういう。でもね、いや、でも先週はまあもっとね、すごいことになっておりましたから、汗かきません。あ、これでこうしたらいけるかな。大丈夫だろ。あ、ギリギリ、うまい。イオンのショロンポ。全然うまい。あ、よかった、よかったです。うん、いやー、打て。打て。はい。いやーね、はい、先週、はい、皆さん全く覚えてなかったらしいですけど、はい、本当に覚えてないよ。今週覚えてるといいですね。え、全然覚えてるもん、ね、はい、今日だって今日はちまともだもん。その時はそういうの。あ、今日大丈夫だよ、多分。あれだよね、酔っ払ってる人って私酔ってない人。あ、うん、あ、まあまあそうだね。え、だってでも今日大丈夫だよ、多分。大丈夫、大丈夫。いやー、あと5本ぐらいあげてもらえて。いや、収録したところまではギリギリ覚えてるんだけど、みたいなね。本当に、本当に覚えてないんですよ。ラジオやったことすら覚えてなくて、そう、だから。でも出てるってのはすごい。そうですよね。怖いですよね。いや、覚えてないのに、あそこまでちゃんと喋れてるのがすごいですよ。いやちゃんと喋れてないとか。いつも飲んで喋ってる時に覚えてないんですよ。今日大丈夫、大丈夫。大丈夫ですよ、ほら。みんな普通だって言ってたんですよ。まあ、そんな感じ。そうです。いや、みんな普通だと思ってる美香さん、何も覚えてない美香さん。いや、まあそうですね。あったかいうちに食べましょう。うん、いやー。皆さんが寛大だってことですよ。今日はこちら、ね、久しぶりに佐藤先生のクリニック、うん、はい、こちらで、あ、じゃあ、この宣伝、この番組はアイゼンがやってる番組です。私、デンタルフラッグステージ深町という歯科医院をやっております。はい、前澤佐藤と申します。はい、博士です。すぐ本当だよ。女子です。アイゼン君の研究の改造する研究をしてます。博士です。どう改造されるんですか。格好悪くしようかな。十分かっこ悪いですけど。いや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 。何でその思ってない発言。思ってない。思ってない。あ、でも今気づいたんだけど、はい、今日ナルシスト集団ですよね。ちょっと何それ。なんか私の前にナルシストしかいないなと思って。そういうあれだ。まあ、私がナルシストだとしましょう。はい。ナルシストテストですよ。この上は行く。最上級。最上級。ナルシスト、ナルシステスト。そうだね。まあ、相手はナルシステスター。ああ、比較。どうぞ。ちょっと待って。
ってさ、世の中でさ、自分一番かっこいいと思ってる、はい、1ミリも持ってないですよ。嘘、なんでこんなかっこいいのに。ちょっとなんちゃ、ここでさ、俺かっこいいねんって言えないよね。思ってるけどね。思ってない。いや本当にね、いやいや。これこあの申し訳ないです。これこの話したらみんな聞いてたらやな感じ。大丈夫ですよ。大丈夫。はい。まあ宴会ですから。宴会。ナルシステストなんか言ってるな。なんか。君への言葉みたいな言葉君への何で自分に自分に違う違う視聴者の皆様に視聴者の皆様に僕から何かをかっこよくいる秘訣みたいな。あ、秘訣、そうですね、まずらでもないけど諦めないってことですかね。おもうこの年だからっていう考えはなしで、はい、いいこと言うよね。たまに黒部の太陽みたいな。あ、でもなんか私はいつも最近思うんですけど、自分が50代になって、なんか周りの友達、なんかまあ男性も女性もやっぱそういう年齢じゃないですか。その時になんかこう、なんか自分が思ってた50代のイメージとよりもなんか若いつもりになっていたりとかして、あと実際でもなんかみんな、なんだろう、音楽やってたりとかステージに立ってる人ばっかり多いから、やっぱりこうかっこよかったり綺麗だったりって人が周りに多いので、なんか年齢の感覚がおかしくなってくるっていうか、自分の中でなんか50代のイメージが全然違くて。あ、そう、それはね、多分ね、自分が若い頃は50代ってこうだなって勝手なイメージだったと思うんですけど、ありました自分がいざなってみると、全然違うっていうのは、それは多分本人のみんな持ってる、あっちが、はい、なんですけど、まあそれとは別に、やっぱり結果的には準備しちゃってほしい。結果的に語って、語る、はい、語った方がいい。はためてみるとやっぱりそれなりの人が多いと思うんですけど、でもそうじゃいけない。ちょっとだけ努力して、ちょっと若く見えるというか、はい、やっぱり音楽やる人間として、ステージに立つからね。そう、ちょっとはかっこよくありたいかなと。ちなみに、はい、木内さんが気をつけてることは？はい、あ、食生活とか？それも、はい、食生活は何気をつけてるの？野菜を食べるとか。これを聞いてる皆さん、好き嫌いをなくそう。木内君も今年からピーマンを食べれるようになりました。頑張りました。ありがとうございます。なるほどね。ミュージシャン界隈は、まあね、若く、皆さん若いですからね。そうですよね。そう、なんかそうですね。僕ね、若い、一番ね、当たってる若いじゃないんだよ、大人げないんだよ。ああ、逆ね。これだ、それはそうかも。大人になりきれてない。大人げない。いつまでも夢見てるみたいな。永遠の10代。まあ、でもそれも大事ですよね。それも大事ですよね。そうですよ、はい。その結果2週連続でラジオで宴会をやるってことになりますから。じゃあ、アイゼンが手品。手品ドマーン。いやいや、でも昔ちょっとできたんですよ。トゥル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 。でもさ、ピアノとか弾くし、ギターも弾くしさ、手先器用じゃん。まあ、それ大事ですよね。大事だよね。そう、動くもんね。これこの間のマウスの話したじゃん。そうだから聞いた。思い出した。故障パターン。
この間の小勝の話してください。そうだからこの間そのね、うん、先週そう美香さん宅でその収録の前にバーベキューをしてて、うん、でその時にこれこうなんか塩とか振るじゃないですか、うん、でだから僕がこうやって普通にこうやってこうやって振ってたんですよって、うん、そしたらなんか美香さんこいいとか言っていやでもさ全然普通なんです僕普通に、うん、あの家でやる時とかも別にだって、ねうん、結構出しやすいじゃないですか、うんうん、でだからやってたんですけどなんかでもそれかっこよかったんですよ、うん、なんで私普通にピョ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 ってやるのに、うん、ちょっとそのピョ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 ってやる細かく調整できるから多分料理もやるからだと思って、うん、でそれであとはなんかこうでもなんかその後に夜の世界にねでもその後にちょっとなんか真似したけどかっこよくなかったそれ真似したのいやそうですよっていうか俺は中指を使うってことはちょっとなんかおじさんとしてはなんか、ね、その後もやりましたよねえやりましたねなんかちょっとねやったけどなんか違ったよねいやわかんないけどいや絶対それがそうだそれでマウスの話だからほら中指何かとこからスマホいじるのも中指だしそうっていう話でだから何が目に言いたかったのかって言いましたですよ、うん、それ以来ですよ、うん、家でこうやって何か振るときに、うん、なんかその記憶がよぎっちゃって、うん、こうちゃんとやれなくなっちゃった、うん、あの言われちゃったからあのだから意識しちゃったそうあのいやこうさあの細かく調整をしたいからこのスタイルを取ってるにもかかわらず、うん、細かい調整を聞かなくなっちゃったんですってば、うんそれは何私がかっこいいって言っちゃったから。ミカミカに恋したから。でもあの時周りにいた女性陣はみんな、キャーってなりましたよね。なんかその話乗っかってましたけど。そうそう。でなんか、え、もう一回やってくださいみたいな、うん、みんなで。それは。そう。じゃあ俺はそれ、なんかそれ、羨ましくなったのかな。その時覚えてないんだけど。そう。うん、そっか。まあでもあのね、こう見てる方は何言ってんだと思うと思うんですけど、それはあれです、あのお酒の席だからそう見ただけですからね。そう、その時周りにいた女性陣はキャーキャーでしたよね、はい、多分誰かのスマホに残ってますよ、はい、あ、ちょっと待ってください、足りないって言ってた人たちがいたんで、ね、そうだそうすごいね。終わりでいいんじゃねえか。まあそうです。そうだ。はい、じゃあまた来週。はい。あの宴会来週来月もありますよ。はい。